8月公演ライブザ五瀬店千秋楽前日の模様を見ていただきましょう。明日が千秋楽、1ヶ月間本当にあっという間のため頃、一生懸命劇団大沢頑張ります。千秋楽悔いの残らぬよう皆様も楽しんじゃってつんどこ Vlog。 おはようございます、カルチャンネルカルタです。五瀬ライブ座公演も明日で、終わりでございます。明日がね千秋楽でございます。今日も一日いい天気です。今日も一日いい天気です。本当に一日いい天気なのか。今日はねトラックに前積みで荷物を積み込むところまで一日の仕事でございます。一生懸命頑張ります。では行ってみましょう。はい、皆様お疲れ様でした。今日夜の部終わりました。今からですねトラックに荷物を積み込むんです。 10トントラックに、荷物積み込んで明日は千秋楽、千秋楽は4トントラック、積み込みまして、次の公演場所ですね和歌山県の七福座という劇場に、行きます。もう毎年お世話になっておりますので、皆様知ってると思いますが、明日向かうわけです。来月公演、和歌山の七福座で1ヶ月間一生懸命頑張ります。よろしくどうぞ。そんな感じでね荷物見てください。こんなにもう荷物がねてんやわんやにこういう感じであるんです。これをトラックに積み込んじゃいましょう。レッツゴー Vlog。 とはいえ先月と先々月、コロナの影響で劇団がお休みだったんですよ。そんなことを考えたら、2ヶ月ぶりの乗り込み、なんだかあれですね、しんどいですね。まあ、そんな感じで気合を入れて皆さん怪我のないように頑張りたいと思います。Vlog。 さあ、お疲れ様です。チコさん、お疲れ様です。皆様、お疲れ様です。あ、のりさん、お久しぶりです。
怖え、みんこさん、怖え。ありがとうございます。大変です。あ、いただきました。チコ様から花束いただきました。ありがとうございます。踊ろうよ、踊ろうよ。キスキスキス。でね、ちょっと雨がね、降ってきたんですよ。雨がね、パラパラ降ったり止んだり、ちょっと雲行きが怪しくなりました。皆様、あの言葉を思い出してもらいたい。今日も一日いい天気です。今日も一日いい天気です。今日も一日いい天気です。雨に濡れながら、雨がね、パラパラ降ったり止んだり、ちょっと雲行きが怪しくなりました。 Vlog。 はあ、だいぶ落ち着いた。1回もね、あとちょこっとだけで、ここずっとね、見てください。ここは、ね、衣装があったところなんですが、全部衣装もトラックに積みました。そしてここが僕の部屋ですけど、もうあとなんか最後のパソコンとか僕の相棒ね、ミニオン、ぐらいかな。あとパソコン、あとパソコンくらいかな。そんな感じですわ。落ち着きました。あとはもうお風呂入って、今日は疲れましたね。なんてたって2ヶ月ぶりの乗り込みなんでね、ただでさえ乗り込み大変なんですけど、今日はね、みんなで、力を合わせて頑張って、結構早く終わったんじゃないかなと思います。だいたい2時間くらいで、終わりました。そんなことを言ってる間に、これ不幸中の幸い、見て。ダメだダメだダメだ、ちょっと今終わったんですけど大変なことになってる。ほら、やばい、外は大雨です。日頃の行いがいいっていうことなんですかね。外は大雨。今ね、荷物が終わって、僕なんかは部屋に上がってきて、掃除してっていう感じでもう落ち着いたんですけど、雨が降って、これを荷物運ぶのはまた一苦労。ここからだいたい30分から1時間は変わってくるね、こんなに雨が降ったら。で、体力ももっと減るだろうし、終わってからの雨なんで、よかったです。ついてるね、乗ってるね、つい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 てるね、乗ってるね、乗りに乗りまくってるね、ついてる。そんな感じで、させていただきました。はい、じゃあカルチャーブログ、いつも見てくれてありがとう。じゃあね、バイバイ。こんな終わり方でいいんでしょうか。いまいちパッとしない感じもありましたが、今からちょっと部屋を片付けてお風呂入って、したいと思います。以上、明日が乗り込み、千秋楽イブの模様でした。じゃあね、バイバイ。